皆さんこんにちは。パチンコ漫画家のドンキホーテ谷村俊です。もう11月も終わりが近づいてきて、僕はですね、今月入った新台の中で、気になっていたのがですね、ゴーゴーマリンの超連撃バトルってやつなんですが、これですね、本当にあのセイントセイヤなんかを買ってるホールが、まあ本当に 2,3 台ぐらいしか、入れてないんで、探すのも苦労しますし、見つけても人が座ってるっていうパターンでなかなか打てずにいたんですが、昨日のですね26日土曜日の夜8時に、1台だけ空き台を見つけました。もうすかさず取って、その後座ってから台を見上げてデータランプを見て、真っ青になるというか、本日ですね、まあ、朝初当たりが、800回転近くで単発、そして今422回転という、まあ、本当に1000回近く当たってない、ゴーゴーマリンです。まあこの台ですね、なんでこんなに悪いのかなと見たら、前日大当たり281回ですよ。もう大当たり回数が200回の時代になっちゃったんだなっていう、まあたまにですね超韋駄天なんかで200回近くの、台を見てわーっていう時代になって、これ明らかにですね、まああのゴーゴーマリンは超韋駄天の、新しい生まれ変わった、まあ、ストーリーリーチもたっぷりと時間を割いた、その代わりですね、もうバトルはですね、保留連でバン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 連チャンしていって、本当にですね50連チャンぐらいは普通にしちゃうという、まあこういうのを一回経験しちゃった人しか打たない。まああの今見るともう超韋駄天なんて結構ガラガラですよね。もうあの早いパチンコもですね、ちょっとブームが去りつつある中でのこのゴーゴーマリンの登場で、やっぱホールさんがそんなに買わなかったのも納得です。ところがですね、僕この422回の台に座って444回転目ですよね。まあびっくりです。保留は紫なんで、まあなんか大したことない、もっと昇格することを期待するような保留だったんですが、これが、ウリンバトルで月をバックにウリンちゃんが勝ってくれて、ここからですね、ラッシュにも入って、なんと71連チャンです。もう71連チャンなんて一体何万発出たのと思うでしょうが、まあ大体ですね、途中で7の10ラウンドあたりを挟んだとは言いながら、1万3000発ぐらいですね。だからまあ昨日の280回ぐらいで1日4万発、まあ5万発ぐらいも出てるのかなっていうのが想像つきます。つまりですね、こういう荒い出方がこのゴーゴーマリンの新しいスタイルなんだということをですね、まあ、たった一発の大勝ちでですね経験したドンキホーテなんですが、なかなかですね海もですね腰を据えて毎日打つというもう台ではなくなったなっていう感じがして、僕なんかはですね、あの普通に、オウムスペシャル4とかあの辺をですね集中して打った時期はありましたけど、ここ半年ぐらいは銀パラを打ったりとかですね、まあ、こうやって夜桜朝鮮風でちょっと超韋駄天風の海を味わっていたら、今度はゴーゴーマリンで、70連チャンという、まあ、海は至って相性がいいんで海大好きなんですけど、この後ですね大海物語5の、登場も決まりました。まあ本当にですね、海はまだ果てしなく続く大海原のようにですね、パチンコ業界で生き延びていく感じがします。まあ今回のですねゴーゴーマリン演出すごい凝ってて、なんかやっぱり一時期ストーリー系に偏って、皆さん地中海なんかでですね海賊が出てきたりなんかその覚えてらっしゃると思うんですけれど、本当にですね無理なく疑似連とか、スーパーリーチで、ちゃんとタイミングを測ったカットインなんかで、派手にやってます。まあ、まさにですねド派手な台を海で作って、これ海作った人はやってないんじゃないかってぐらいですね、他の機種を開発してる開発メンバーがやったとしか思えないような、ゴーゴーマリンです。僕のですねノーカット70連チャンの動画とですね、パチショット、それから実践データで、細かく、分けてますんで、ぜひですね、スマホサイト谷村俊パチンコランドの方でご覧になって、ちょっとゴーゴーマリンも打ってみてはいかがですか。今日もご覧いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録グッドボタンをお願いいたします。
谷村先生の実践の詳細などは概要欄からパチンコランドにご登録いただくとご覧いただけますので、ぜひご登録ください。